立利工人社は奈良県吉野郡の瀬川村大和在決川にある神社である。空海が高野山を改装する際に祀ったと伝わる。正式名称は工人社であるが一般的には立利工人社の通称で知られており、本記事でも立利工人社として扱う。奈良県南部の野瀬川村のほぼ中央にそびえる工人だけの山頂に鎮座する神社であり、 正確な年代は不明であるが、西暦800年頃の創建であるとされている。本田別名とホムスビの神を祀っていることから、商売繁盛の神としてや火の神、かまどの神として崇められており、また、日本参考人の一つとしても知られていることや、高野山の奥者などとされていることから、火に関わる職業の人や高野山三景の人々を中心に、 全国各地より信仰心の厚い人々が訪れるという。当神社の歴史を書いた、美保大公人略演技によると、この神社は空海が、高野山を解散する際に、伽藍繁盛密教守護のため板に、美保公人を描いて古公人の地に祀るとともに、壇上の鬼門にも、公人を勘定して、高野山の大伽藍を混流したとされている。それゆえ、 美穂工人を祀るようになったのが始まりであり、その後は高野山と結ぶ神仏集合の宮として、明治初年まで宝釈院と称し、高野山地蔵院末と主労堂を備えていたという。明治の廃仏希釈の際に宝釈院を廃寺とし、物体などを遺血側へ移して単に工人者と称するようになり、現在に至っている。無料大駐車場があり、脇にバス停と、 土産物店が一軒ある。そのすぐ上に祈祷店があり、五冊等を受けられる、授与所も併設されている。そこから鳥居が山頂に向かって並び10分ほど上がっていくと、山頂部に本殿がある。ABCD、ナッツネット個人社 ABC の瀬川、村観光ガイドの瀬川村 AB 個人だけ、大和寺アーカイブス、奈良県観光情報盾理個人社。 公人社案内所南海林間、バス縦り線縦り公人前発車予定時刻表南海林間バス2021年9月12日閲覧ありがとうございます